オリックス企業、オリックス株式会社は大阪府大阪市に本社を置く日本の大手総合リース企業である。創業であるリースをはじめ不動産、銀行、クレジット、ベンチャーキャピタル、プロ野球球団、オリックスバファローズなど多くの事業を手掛けており、グループを通して多角的金融サービス業を提供している。サミズ会及び緑会の会員企業であり、 三和グループに属している。ブランドスローガンは、他にはないアンサーを。1964年4月17日、非面実業、現創実と三和銀行、UFJ 銀行を経て、厳密美菱 UFJ 銀行を主体に、日本で2社目のリース会社、オリエントリース株式会社として、大阪府大阪市にて設立された。資本金1億円、社員13人。 初代社長は、福井慶造であった。1969年10月に、株式学面変更目的での合併を経て、1970年4月1日に、大阪証券取引所、第2部上場、証券コード、8591、1971年4月10日に、東京証券取引所、第2部上場、1972年3月に、 名古屋証券取引所第2部上場。1973年2月1日には、東京、大阪、名古屋証券取引所第1部に指定外された。1986年以降、他企業の買収による事業の多角化、リース部門だけでなく、新宅銀行、保険、証券、消費者金融が活発となる。1988年10月、 阪急ブレーブスを買収し、プロ野球界に参入。1989年4月1日、CI 導入により、称号を、オリエントリース株式会社から、オリックス株式会社に変更した。1998年9月16日には、ニューヨーク証券取引所に上場を果たす。ティッカーシンボルは、ナイン。日本の金融業としては三菱 UFJ フィナンシャルグループ。 当時、三菱銀行に次いで2番目であった。2004年10月、名古屋証券取引所、第一部上場廃止。2009年5月29日、オリックスグループ、CBI2008 投資事業組合参加、持ち株比率39.2%の不動産業者、ジョイントコーポレーションが、会社構成法を申請した、と、リリースされた。2014年6月24日、 宮内義彦が当時の役職である取締役兼代表執行役会長グループ CEO を退任新たにシニアチェアマンに就任したが1980年12月の社長就任以来になってきた経営の第一線化しりぞくこととなった内は取締役在任期間現職通称村上ファンドこと M&A コンサルティングとは 同社設立時に母体となる法人を提供しただけではなく、今日でも大口の出資者としてその収益分配を受けているとも噂されるが、同ファンドの村上義明代表が証券取引法違反で逮捕された後、2006年6月22日の衆議院財務金融委員会において、オリックスが村上ファンドへの拠出金のまとめ役になって、 村上ファンド参加の投資事業組合を組織していたことが明らかになった。この拠出金の中には日銀の福井敏彦総裁が以前に行った1000万円も含まれている。オリックスの区内会長は小泉純一郎内閣の規制改革民間解放推進会議議長となり、そこで示された規制緩和の恩恵を受けて村上ファンドが成長していったため、 区内会長は公職を利用して政府の政策を自分の会社の利益拡大につながるよう誘導したのではないかという批判が生まれた。これに対しオリックスや区内会長は村上ファンドとの関係は民間企業同士の自由な小取引であり国会での説明にはそぐわず政策決定とは無関係であると説明し野党側が求めていた区内会長の参考人招致は 与党側の反対で見送られた。旧社名時代には、オリエントファイナンス、現、オリエントコーポレーションと混同されることが多かった。1988年10月19日に、プロ野球の阪急ブレーブスを買収し、オリックスブレーブスが誕生した、際の記者会見では、間違えて、オリエントファイナンスに行った、報道陣もいたというが、両社間には、人事、資本など関係は、一切ない。 オリックスの区内会長は、在会の中で野球好きとして知られる一方、ブレーブス買収は、新社名、オリックスの名称浸透のためという、冷ややかな見方もされたが、新球団のオリックスブルーウェーブ、1991年に、ブレーブスから解消は1996年に、日本シリーズを制し、会社の知名度も大きく上昇した。しかし、チームは以後停滞期に入り、 2000年ぐれに、一郎が、アメリカの大リーグへ移籍すると、オリックスは赤字を解消できない、不人気球団を売却するのではないかという、観測記事も生まれた。これに対し、オリックスは2004年6月13日に、大阪近鉄バファローズとの合併交渉を認め、同年シーズン後に正式に、オリックスバファローズとして合併し、唯一の関西パリーグ球団を引き続き経営する。 ことを示した。2015年5月1日に大阪の関西国際空港及び大阪国際空港の運営券売却にフランスの空港運営会社であるバンシーエアポートと連合を組んで参加することを決定した。その後他の企業が最低売却価格2兆2000億円の高さや長期にわたる運営期間45年間の長さで見送る中で唯一 オリックスとバンシーエアポートの連合が一時入札に参加した。2015年6月12日、新幹西国際空港は正式にオリックス、バンシ、エアポートコンソーシアムの一時審査の通過を発表した。2015年11月10日、新幹西国際空港はオリックス、バンシ、エアポートコンソーシアムを優先交渉権者に選定した。 設立予定の特別目的会社には、オリックスとバンシーエアポートの他に、阪急新ホールディングスやパナソニック、ダイワハウス工業等も出資する予定である。2015年11月20日、新幹線国際空港は、オリックス、バンシー、エアポートコンソーシアムと基本協定書を締結したと発表した。2015年12月1日、新運営会社として、 関西エアポート株式会社を設立した。社長は、オリックス社内から選出する予定であり、同社の代表執行役副社長である、山谷義行が代表取締役社長として就した。2015年12月15日、新関西国際空港は、関西エアポート株式会社と実施契約を締結した。2016年4月1日より、同社による運営を開始した。 その他、日本国外36カ国、地域にグループ会社を有する、企業人物その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。